じゃあハスの花が咲くときポンって音がするっていうのは嘘ですか？わしは聞いたことはないな。あんた農林水産省の人なんだって？女性にとって農業がもっと魅力的になるにはどうしたらいいのかを調べに来ました。母がね、一度会いたいって。そりゃそうでしょう、もう3年も付き合ってるんだから。龍一、お父さんが倒れた。え？お前は跡取りだ。どうでもいいよ。全国に謝れ龍一。凛と普通の暮らしができるように。農業なんて1ミリも興味ないから。農家に嫁ぐって覚悟がいりますからね。覚悟、私が引き継ぎます。これ私たちが植えたレンコンでしょ。ちゃんと育ってるね。レンコンの穴は先が見えるから縁起がいいって。種をまいて育てるって捨てたもんじゃないなって分かったんだ。レンコンが、これは、おっしゃ。農業女子が躍進するために、農家という家族の在り方を見つめ直し再度検証。種まく旅人、ハスの輝き。あなたも大切な人に会いたくなる。